はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。丸もけん一物語やっていきましょう。難易度は86、パーフェクトです。今現在成績が29、ごめんなさい、ホームランが29、はい、リーチです。30本リーチです。8月の12日に、ホームラン2本打って、29本まで行きました。で今回は、13、14のロッテ2連戦3連戦のうちの2つ、取っていきたいと思います。はい、でここでホームランが出なければ、ソフトバンク3連戦取ります。でここでも出なければ、ファイターズ楽天と、まあ、ホームラン出るまで、取り続けます。30本がね、今回は短いですけど2試合です。はい、まあ、2試合の中でね、なんとか、ホームラン決めちゃいましょう。今現在の成績はこんな感じ。よし、頑張りましょう。いつも通り指名打者で。よし、うん、なんでしょう。はい、頑張ります。ありがとうございます。いや、だいぶね、失投とかそういうものをホームランにできるようになったかなと。ずーっとね、自分の中でこうタイミングが合わなかったのさ、失投とかに対しての。まあ選手の能力が高くなってきてホームランになってるっていうのもあるんだけど、ずっと感じてたのね、その歯車が狂ってるというか、タイミング合わないっていうか、そこら辺のね、がなんかこう今はうまいことフィットしてる時期です。だから失投が来ればホームランできます、多分。さあ、そして丸も、まあとりあえずね、終わらせましょう。この2試合でホームラン打ちましょう。ミッサン30本目前、甘い球来い。まあここで決めたいですよね。そうですね、甘い球を待つ。30号となるのか。難しい球をね、打ってホームランにする必要ないから。うん、大丈夫でしょ。この球は外れています。打つぞ、打つぞ。アウトコースは外れます。来いよ。ナイスボール。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。やりましたよ。30本いきました。グッと待ってやりましたよ、カーブを。最近の裏打つんです。よし、やりました。あと打率3割キープだ。いいボールだったんですけど、これは打った方を褒めるべきですね。はい、チンポコどっこいしょ。やりましたよ。レフトスタンドに運ばれてしまいます。ふう、仕事終わったな。まあ一応強振に行くけどね。どうせならホームランを取りましょうよ。多分強振にやり続けても3割はキープできんじゃねえかな。無理かな。まあ下手に遊んでね、3割切っちゃったらもったいないけどね。まあ3割2分の、今は3割2分ぐらいでしょ。間は強振でいっていいんじゃないかな。3割1分、うん、死者誤入して3割1分になるようだったら、ミート打ちに行った方がいいのかな。3割2分キープしてれば強振でいいでしょ。期待を感じる続投という形になります。いや、もう何でもいいよ、とりあえず何でもいいよ。もうだいぶ俺のお仕事終わってるから。もうお仕事終わってるよ。インサイド変化球外れます。どんどこい。落ちるんじゃない。このフライはどうだ、落ちるか。ナバーチ乗ってるね。マルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。乗ってる選手はああいうのヒットにできるもんね。厳しいコースだったんです。いやー、よかったよかった。おう、じゃあここでホームラン決めて試合決めてやりますか。3番バッター、丸も。さあ、来なさい。まだ投げてんだ。さあ、ここは同じ鉄は踏みたくないところ。初球ボール、もうスタミナないじゃない。引っ張った、伸びていく、どうだ、入り
惜しいね、やばいね、今のマノッチ乗ってるね、期待度すごいあるしょ。大きく外れました。追い風も8メートルもあるよ。豪快なスイング打ちました。まあこんなもんだまあこんなもんだ。あ、ここで決めろってことね。バッターボックスは3番丸も。あ、いい、いい方向に風吹いてる。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。思いっきり引っ張っていくからな。3球目は何で来るか。嘘ばっかり嘘ばっかりだもんな。いやもうね、しゃあねえんだよ。何がしゃあないってね、今完璧糸切れてっから俺30分いったんだもん、嬉しいじゃん。いやよかった。あ、それでもマルチ、俺ホームラン1本の印象しかないけど、よし、次の試合もね頑張っていきましょう。今回の動画短いけど、2試合で終わろうと思ってます。はい、30分あざーす。はい、いやーなかなか長打力 S はいかないですね、遠いですね。よし、残り1試合取っていきたいと思います。全然見てる人に関係ない話していい？今俺すげえお腹空いてるさどうでもいいか、どうでもいい？いやすげえお腹空いた、ちょっと待ってね。ごめんね。いやなんか外の物置にねカラスが乗っかっててさ、うるさいんだよ。好天に恵まれました。よし、どうせならこの試合もね1本ぐらいホームラン狙っていきましょう。バッターボックスには指名打者の丸も。現在打率ちょっとあれだよね、こう言ったらなんだけどレベルの低いホームラン王争いだよね。ランナーを一塁に置いています。マウンド上古谷、そしてキャッチャーは吉田。このバッテリーをバファローズ打線があれかな、プレイヤーのレベルに合わせてコムのホームラン数も変わってくるのかな。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。非常にブレーキが効いたボールです。よし、内へズバッと投げ込んできました。さあ5球目は何か。際どいが素晴らしい。ホームランを狙いつつもちゃんとファーボールも選べる、その選球が間の地位を今いい感じだよ。前の打席ではファーボールを選んでいます。ゲッツー崩れでランナー残りました。はい、ストライクを取ってこれで追い込んだ。さあ外してくるのか。高め見送っています。うわー危ない、外れてますか。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。あ、変化球で空振りを取ります。どうする、多分見てる人も伝わってると思うけど、あ、こいつ集中してねえなって感じすごいするでしょいやあのね集中できない、ちょっとしてない。同点です。この後の展開どのような、これ集中するわ、ちょっと打つわ。そうですね、一球ごと打者の反応を喋んないわ、マジで集中するから。集中した俺は打てるよってとこ見てて、この辺りの配球にも注目していきましょう。変化球外れました。ボール先行です。引っ張った、今へアウト、ワンアウト。こんなもんこんなもん、ちょっとさヒットなしで終わるのはやだよ。バッターボックス丸も、いくら30本打ったからといっていい動画にはならないよこれじゃあ。あと1本だね、1本ヒットでもいいわ。この試合での結果を残しましょう。攻撃側がどんな作戦で仕掛けてくるのか見極めが重要ですよ。まあ、肩が強いキャッチャーですからここは迂闊に走れないでしょう。このボールは、出塁率はいいんだけどな。
よし、ここで目立とう。小宮山さん、巻き返しを図るためにもここはカモン、ぜひ無失点での投球が要求されますよね。いや、これはね、もう本当にバッターにバッティングをさせないような、そんなピッチングをしてもらいたいですね。そんな、確かに気迫のこもったピッチングに期待かかりますね。ボールになります。4球目は何で来るか。低めの変化球は決まりません。ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。3球目を取りました。喋らずやったのに。いやーけどよかった、ホームラン行きましたね。ちゃんと動画の中でも撮れたし、まあ情けない結果にはなってしまったけどね、この試合は。けどあれだったよね、30本目はちょっと俺の記憶が正しければの話になるけど、ベストピッチのカーブを打ってるよね。そこは良かった。なんか失投だから打てて当たり前とかじゃなくて、なんか実力で打った感はあるよね、まだね。はい、いや何見てんの、何見てんの監督、何見てんの。パワーに下がった。まあいいよ、よくはねえけどいいよ。悪口の一つでも言ってやりたい気分だけどね。とりあえず30本いきました、やりました。で30盗塁、あとは3割キープ、これでトリプル3ですね。そうだね、一応その8月末に取る予定ではあったんですけども、30本いっちゃったんで、そうだね、9月のここら辺で取ろっか、西武3連戦。なんか西武戦結構取ってる気がするけどね、この企画中は。まあいいでしょう、西武3連戦取ります。ここの試合取ればほぼ打率も確定してるでしょ。してるね、してるよね。3割0分何厘とかだとちょっと危ういけど、できれば3割2分ぐらいキープしてればもう確定でしょう。はい、ということで、次は1ヶ月後ですね、ちょっと開くんですけど、はい、この9月の西武3連戦取っていきたいと思います。はい、そんじゃ、今回はここで終わります。